ツアーとか、フェスとかイベントとかのレッスンとかお仕事だったりが続くので、ずっと前から行きたいって言ってた場所へ。そう、来てます。今日は尾崎せりかちゃんと一緒です。信濃ソラハさんと、そうそう、私もも一緒っていうか毎日一緒そう、に毎日一緒に行くけでしど、ょうねって感じだと思うんですけど、そう、今日はどこに行ったかはまた広島に帰ってから報告しようかなって思います。防広犯島で上はね。ない。結構ね、そ私どこかは言わないんですけう、ど、私がメールで「さあどこでしょう？」っていう写真を載せたんですよ。だから結構みんな引っかかってる人いて ね、結構引っかかってる方いるんですけど、今んとこ正解0人ですね。そうなんですよ。ちょっとね、今どこにいますって言ったら、ちょっと明日もね、明日までいるので、そうなんですなんよ。か一応今のとこ伏せてるんですけど、また帰ったらどこ行ったかは言います。動画とか写真とかいっぱそういだ、撮ってるあ、から は撮ってくれた、わい、かりました。なのでまたメールなどで待ってて。送ったりしたいと思っております。金融とみんなありがとう。ちょっと今日読めないんですけど、ね、ありが聞いとうたごかざいも。ます。ありがまたとう。広島に帰ったらお互いそれぞれでゆっくりお話しするので、その時はいっぱいお土産話聞いてください。本当に聞いてほしい。いっぱい話したいことあるんですけどね。今日もう15分でそう、終わりちょっまとす。いろいろな事情で、またその事情もね、そそのう行き先が分かればその事情もきっと分かると思うんですけど。そう、15分で終わるんですけど、ゲリラなのに皆さんありがとうございます。あ来てりくがれとうごて。ざいます。本当はね、温泉とか行きたいねって言ってたけど、そう、温ちょっ泉と行ね、け時なかっ間た。がいろいろね、ちょっありまして、と、行けそう、なく調て。べてたんだけど、調べてる時間となんか違くて。ね、なんかね、いろいろ変わったよね、そう、予定だが。から、ちょっと今日は、今日はちょっとね、まあ、私が移動中で爆睡してて 起きたら前髪が本当にすごいことになってて、ちょっとパセが取ってたから後でもらってまたメールに送るんですけど、すごいことになってて、もう激やみして、そっからちょっと今日はセンター分けの前髪流しでちょっと大人っぽい感ね、じになってます。イヤーカフなんかつけちゃって。そう、今日早起きっていうかね、私はね、お風呂入って3時半に起きますって昨日の夜配信だったけど、さすがに無理ってなったから、お風呂上がった瞬間メイクを終わらせて メイク終わらせて寝るっていう作戦に出ました。パセは2時半ぐらいに寝て、44時時過ぎかとかに起きとった。だから1時間ちょっと、1時そうそう、間12時時、間半とか。睡眠で来たから移動中爆睡してて、で、ソタロはオールです。オールでもうそのまま、移動中が結構あったから、そそう、の間も爆睡すぎて、到着したのに気づかなくて、え、私待がって揺待らして、こうやって服を掴んで揺らして「起きて！」って言って起こして、って待って、よかったよね、マジどっか行きよったよね、危なかった。そう、そうなんですよ。なんとね、私はここで初解禁っていうかなるけど、今日とあるよじよとあることをしないといけ、とある準備ととある準備とメイクがあったのであまり寝れませんでしたって書いたんですけど、まあ、それが、まあ、遠出の準備と、もう一つがお弁当の そう、お弁当を作ってくれたんですよ。お弁当の準備でした。ちょっとま卵焼きた、とおにぎりといろそう、いろ作っ先てくれて。にお弁当を作りたいって また思って、前日、昨日よね、昨日に思って、そう、そう、お弁当を作りたいと思って、私の冷凍庫に眠ってた鮭を譲ってそう、とかいろんな、ね、そう、チリパふりかけ、そうそう、とか、あ、皆超さん入チリ荷パ聞いてください。23時からです。ももちゃん配との信終わっ会たでらす。ね。ももちゃんの卒業の決めたきっかけとかもいろいろ話してるので、ぜひ聞いてください。そう、お弁当を作りたいって勝手に思ったから、そう、これは寝れんなと思って、寝んかっても、でもギリギリだった、私めっちゃギリだったよね、家出んの。でもそれも載せますね、メールとかに。
弁当を作って遠出の準備をしてメイクをしてってしてたらもう寝れなくて、移動中にちゃんと寝れましたね。爆睡。今日なんかいろんなメンバーがお出かけしてた感じがする。ももちゃんとひなさん。あ、ね、可愛かった、ね。ももちゃんとひなさんがさ、ももちゃんの憧れの先輩がひなさんなんですけど、二、うん、人がなんかお出かけしてて、ね、ももちゃんが本人いるのにおたかつしてて面白かった。ね、可愛い。しかもさ、あのちゃんとチェキさ、そういう可愛いキャラクターもね。モモンガのね、ケースに入れてたから。可愛いってなっちゃった。愛しすぎ。すいません。うん、南さんもね。ね、なんかちゃんと動物園に行ってた、ね、SNS に上がってましたね。動物園みんなが X が変わってからおすすめ欄ができてから、うん、メールの返信メンバー分かる流れてくるから、なんか自分のファンじゃない方のメールの返信が流れてくるから、あ、このメンバー今なんか落ち込んでるんだなとかさ、うん、え、元気ないんだこのメンバーみたいなのをその X のおすすめ欄で知るっていうね。あと今最近流れてくるのは、あのゆうかちゃんとまいちゃん、うん、あ、ね、猫ミーム、お決まりの猫ミームめっちゃ流れてくる。まとめられてるやつとか、うん、なんかファンの方が作ったやつとか、そうそう、流れてくる。そう、なんだろうな、最近また違うやつメンバーです流れてきたんだよな。え、最近私なんか3期生のおバカ、あ、おバカ、ね、上島ちゃんが1位だったんだよ ね70点。みんな手なんか回答用紙ペキペキペキ、そうすごいよね、おバカでしたみたいな、なんかその投稿が流れてくる、いっぱい流れてくる。そうなの、いろんな おすすめ欄で知るメンバーの行動を、ね、メンバーの行動を知るんですけど、今日は私はあのパセと一緒に旅行に来てます。そうです、旅行というかね、え、でもさ、まあ、マリさんマジで念願よね、もうずっと言って、そらもう決まってからルンルンだよ、えーみたいな、もうずっと、え、楽しみ、え、楽しみみたいな、うん、本当にルンルンだったね。写真いっぱい撮ったから早くあげたいな。ね、めっちゃ撮りましたもう本当に明日もいっぱい撮ります。もうさ、今日爆睡しそう。ね、わかる。お風呂入ったらさ、まあ、ポテンだよね。ポテンです。明日も早起き頑張らないとだろう。あ、そうです。恋ラジ出ますよ、月曜日。よろしくお願いします。月曜日はね、自分的に結構汗汗な一日になりそうで。そうだよ。頑張る。広島特集だよ。あ、来週？わかった。言った。わかりました。ちゃんと山口さんが、来週は ST48 2期生のおさき、あ、ちゃんとおさきって言ってくれた、もう言ってました、ね、前おざきって言われたから、そうで私が指摘してました、あ、おざきじゃなくておさきです、あ、すいませんあったっけ、難しいから、そう、サンフレッチェ広島特集、月曜日声ラジ17時5分からよろしくお願いします。生放送です、ね、生放送中なドキドキ、私月曜日結構ドキドキね、うん、多分もう焦りちゃんになってるかもしれないよね、汗だけど元気に一日頑張るぞって気持ちです。ちなみに日曜日はオンラインお話し会ですね、オンライン話し会あります、皆さん忘れずに、しばらくお話し会が週末は続きますのでよろしくお願いします。あ、ちょっと私多分今めっちゃ顔が赤いんですけど、お酒を飲んでるとかじゃないので、うん、違います、テンションが高いからじゃなくてテンションが高いのは旅行が来てるから高いのと、あと顔が赤いのはさっきまで顔がもう大変なことになってた、なんかちょっと本当頻繁になんかたまになるんですけど、あるものを食べると顔に急に湿疹ができたりしちゃってて、 それがまたさっき発症して、それ分かったよね、で移動中の公共交通機関でそれが発症しちゃって、でももう1時間半以上その乗り物乗らなきゃいけなかったから、さっきまでそうずっと痒いって言って、それがなくなったけど赤みはまだ引かなくって、そう、あとライトもあるかもね、確かにね、だからちょっと赤いかもなんですけど、何も大丈夫です。マシになりました、治りましたの顔のブツブツ、ちょっとメールに書いてあるんですけど、そう、美味しいものいっぱい食べたんだよね、でもそれをまたお知らせします。
同じ袋界隈してください。マジで今日幸せだった。よかった。ずっとテンション高かったよね。空、うん、ずっとテンション高かったよね。空、うん、でもちょっと喧嘩しそうになったからね。なんかどのタイミング？朝あったね、あったね。朝なんかちょっと言い合いしてた。待って待って、何だったっけ？何とかじゃんみたいな。多分お互いさ睡眠取れてないから多分そうイライラしたんだよね。え、何だったっけ？待って待って、何だっちゃった、思い出した思い出した、待って思い出したい。ね、なんか着いた時、うん、着いた時なんかもうちょっとなんか言い方強かったよね。強くなっちゃったなと思っちゃった。私も待って待って、いや分かる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 。話し会何話そうかな。身分を晒してください。え、どういうこと？いろいろ情報くださいね、知りたい。なんだ、カフェ違うよね。荷物とかでもないもんね。え、なんだった、あったよね。でもうちも、あ、これ気まずくなりそうだなって思ったもん。うん、あのいつも喧嘩した時の気まずくなった時の空気感だったもん ね、 えよね。あ、無言だみたいな。けど大丈夫でした。うん、その後からね、やっぱ旅行の力ってすごいですよ。クレカ番号教えてくれるんですか？やばいよ。暗証番号教えてくれるの？ダメ。ありがとう。ありがとう。なんか今日さ、なんかね、テレビでなんか動物の映画みたいなの言ってる。これはなんだ？ペット。ペット。ディズニー。金曜ロードショー。金曜か。Wi-Fi のパスパセリ要素にした。何？パセリ要素って何？シチューみたいな？ん？そういうことじゃない？どういうこと？今日は巻き髪がいい感じです。ウェーブ巻きでめっちゃ可愛い。韓国っぽくて可愛い巻き。結婚したい相手とはハイキングするといいとよく言う。え、そうなの？初めて聞いた。山登り？うん、山登り行こうやじゃん。人間疲れてくると本性が現れるからだって。ね、山登り行こうよ。え？え？え？ハイキング行こうよ。ハイキング行くの？どこの山登る？富士山？富士山登る？マウント富士？マウント富士知ってる？聞いたことある。何？英語の授業で習った。富士山ってこと？みんな習うのかな、うん、MT でしょ？うん、 MT.富士みたいでしょ、うん、みんな何？そうだよね。え、行こうよじゃあ。バイキング。どこに行くの？わかんない。和州さん？あ、いいね。瀬戸内の行こうよ。え、ハイキング行く人は何言って？ん？ハイキングに行くと人間疲れてくると本性が出るから、そこでこの人と結婚してもいいかわかるよってことじゃない？なるほどね。あ、そういうことか。だから私たちみたいな今日の山でもない場所で喧嘩しようとしてる人たちは向いてないよってことですね。あ、逆にもうダメってことね。うん、ダメなんだ。うん、もう未来ないんだ。あ、そうです、アニメイトさんの第2弾グッズが発表されて。ね、キラキラお目目で可愛かった。私自分よりもあっちの方が漏れてた完全に。悲しい。私のアクスとかさ、うん、全部好き顔じゃない顔だったのね。うん、でも今月の生写真はいい感じじゃん。全部こっちなの。最高。サンプル画像いただいたので送りますね。でもなんかさ、ファンの皆さんはなんかメンバーがそれぞれ好き顔っていうのがあるんですけど、私は右顔が好きで、私は左側です。そうあるんですけど、結構さみんなどっちも可愛いよって言ってくれるから。そう言ってくれるけどね、自分の写り的に。そうなんだよね、骨格が違うからね。この難しい、私こっちが好き。うちらさ、ちょうどさ写真撮るときいい感じよね。うん、ピアスじゃないよ、イヤーカフだよね。リボンついてた。イヤーカフだよ、今日購入したイヤーカフ。かわいい。あら、15分経ったって。あ、お時間です。だって、ありがとう。剥がされる、ね、みんなもめっちゃすごい今日。みんなありがとう、お話し相手になってくれて。また
明日朝起きれたら早く、無理そう、無理かも。明日夜配信できます。そうですね、明日は普通にできますので。確かにこんぐらいの時間かなって感じです。明日このあと23時から RCC ラジオ STU48 のチリメンパーティー、ぜひ聞いてください。ラジコでも聞けますので、ラジコアプリお持ちの方ぜひぜひです。ありがとう、見てくれてね。ゲリラにありがとう。ありがとうございました。喧嘩しちゃダメだよ、だって。はい、ない仲良しです。では同女男女、同女男女同女男女ありがとう男女。では行きます。13位チョコラブさん、12位ラクさん、11位スプマンテさん、10位コウさん、9位ジンダイさん、8位マルさん、7位シンイチさん、6位アルテミスさん、5位イッちゃん、4位クワドリさん、3位シュンさん、2位カズノシンさん、1位ユタくん、ありがとうございました。それでは第2位いきたいと思います。はい、13位ペンギンさん、12位帝国さん、11位セレナデさん、セレナデさん、10位サルワタリさん、9位サイダーさん、8位トシキさん、7位モビさん、6位アスパラさん、5位ミラさん、4位カイタさん、3位天然ウナギさん、2位 BBB さん、そして1位はイキャスさん。ありがとう、配信に来てくださってありがとうございました。コメントもコメントもありがとうございます。また明日会いましょう。ではどうぞ、決め台詞どうぞ。それでは配信を終了したいと思います。まだフォローしない方はぜひフォローしてくださると嬉しい。ごめんなさい、今日花粉症絶対すごいんですけど、どうですか。はい、ということで、どうですか。配信をどうですかって終了したいと思います。それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした。ではバイチャラポー、またね、おやすみ中、ありがとうございました。バイバイ。すいません、くしゃみ。